はい、今回は僕が原稿館の時に行っているルーティーンを紹介していきたいと思います。まずさっと拭いてます。はい、次にレモンオイルで指板の掃除と保湿を行っていきます。で拭き上げていきます。金属部分と、ヘッドの部分ですね、弦を張ってるとなかなかこの部分ってね拭けないんですよね。なので、しっかり弦交換の時には拭くようにしてます。はい、ピカピカになりました。弦交換に入っていきます。これは僕が愛用している、ダダリオさんの弦ですね。はい、内側から外側に、弦をですね通していきます。ポイントは、内側から外側に、巻いていくことですね。そして弦は、上から下に、しっかり巻いていけるように弦を引っ張りながら巻いていきます。はい、次に2弦ですね。内から外に巻いていきます。はい、先端の方に折り目をつけてます。次に3弦。こちらも内側から外側に向かって巻いていきます。はい、完了。さあ、5弦に入りますね。巻き弦とかは、まあ、太いのは大変なんですけどね、結構こう突っかかりがあるので割と巻きやすいです。巻き弦ではない1弦2弦が大変なので、ツルツル滑るのでですね。なので僕は一番最初にそのツルツルしたのを終わらせたいので1弦から張ってます。はい、6弦まで完了しました。あとは先端を良きところで、まあ、カットして終了なんですけど、まあ、僕の弦交換は、まずは最初に掃除をして、それから弦を張っていく、そんな感じですね。そして弦を張っていくときは内側から外側に、これさえ意識していれば大丈夫ですね。はい、さあ、さっぱりですね。
はい、今回はざっくり、僕の原稿感を、解説していきました。最後まで見てくださりありがとうございました。